山際十一は、日本の人類学者。学位は、理学博士。なの、十は、十の旧自体のため、新自体で、山際敏一とも表記される。日本学術振興会奨励研究院、財団法人日本モンキーセンターリサーチフェロー、京都大学霊長類研究所助手、京都大学大学院理学研究科教授、京都大学大学院理学研究科研究科長、 京都大学理学部学部長、京都大学総長、一般社団法人国立大学協会会長、日本学術会議会長などを歴任した。2021年4月より、総合地球環境学研究所所長を務める。東京都出身の人類学者、霊長類学者にして、ゴリラ研究の第一人者である。京都大学理学研究科教授を経て、京都大学総長に就任し、 2020年9月30日をもって任期を終え退任した。日本学術会議では安全保障と学術に関する検討委員会委員を務めており、会長にも就任した。東京都出身。国立私立国立第一中学校、都立国立高校を経て、京都大学理学部卒、同大学院理学研究科博士課程修了。理学博士。 カリソケ研究センター客員研究員、日本モンキーセンターリサーチフェロー、京都大学霊長類研究所助手、京都大学大学院理学研究科助教授、同教授を経て、2014年7月3日に、京都大学で行われた教職員による投票で、山際が1位となり、翌日の4日の学長選考会議で正式に、学長になることが決まった。 2014年10月1日より総長に就任。京都大学の総長としては、初の戦後生まれの総長となった。河井駿学芸小船公委員などを務めている。伊に淳一郎を師とし、人類進化論を専攻。ゴリラを主たる研究対象として、人類の起源を探る。病理学者で人工眼研究のパイオニアとして知られる。 山際勝三郎は登園にあたる。ありがとうございます。